How everybody, how's going? どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森友博士でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございます松山4階6カフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森友博士ということでね、ありがとうございます。ね、無観客でございましてね、大変でございますよ。お店の方はね、休業のところをちょっとまあ、まあ、言いまして、させていただいている状況でございますけれども、この番組は吉本新喜劇日夜頑張っております私森田と申します。毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートの方を昔グローバルの情報から半径20世で小さな話題までを皆様にお届けするバラエティーのなお時間となってございます。特別何かこう大きくこんなことがありましたよというようなことはあまりないんですけども、我が家にですねやっとサンテレビが映るようになりました。まあどうやったかと言いますと、ジェイコムのね、人がピンポン訪ねてきまして、今やったら工事費無料で、入っていただけますと。で、まあ、私の、住んでる地域がどうやら、電波障害が出てる地域で、普段見れない、テレビがあまりこう見れないような地域に認定されていますので、随分お安く見れますよと。お安く、まあ、契約していただけますよということで、あ、そうなんですか、はい、あの今やったらチューナーとか全部無料なんですよって、あ、じゃあぜひぜひ、じゃあ無料なんやったらやってくださいよって言うたらですね、そんなええ話じゃないですね。結局インターネットも全部それに変えなあかんみたいな感じでございましたけど、まあまあそんなことがあって今はちょっとサンテレビ映るようになったので、またねサンテレビドラマがあるときは胸を張って自分家で見てよと思ってますけどね。そんなことでございますが、まあ、今ちょっと大変な状況でございますよ。まあコロナもそうでございますけどね、まあこう言うていいのか悪いのか分かりませんけども、その、サンテレビのドラマの監督が、まあ、結構まだまだ大変な状況でございますが、ですので、まあ、舞台挨拶とかもね、映画公開になってますけど行けなかったりとかするので大変な、まあ、まあ見にもは行こうかなと思ってますので、もしたまたま日が同じやったりとかしたらね、お前で舞台挨拶をしたいんですけどね、それはもうやめてくれって言われましたんで、まあ、こんな状況やっていう、コロナとまた変な状況やからってことなんですけどね、ご理解いただきたらなと思います。この番組はですね、ただいま乗務員募集中でございますサンゴタクシーグループ、大阪市内走ってございますサンゴと書かれたタクシーでございますが、GO というアプリで呼ぶこともできます。またね、もう僕はずっと言うてますけど、こんだけ広がんのおかしいやろってね、マスクして手指消毒してみんな徹底してやってんのにこんなに、感染率が拡大する、じゃあどこでどんだけ近くで何を喋ってんねんと、飲食店もね、なんかそこだけなんかって思うんですけど、マスクを通り越してなんか起こる時っていつやねんってなったら、僕は満員電車ちゃうかなと思ったりするんですけど、まあ、交通機関がね止まるとまた経済も全部止まっちゃいますけど、止めることはできないんでしょうけど、そういう意味で言いますとタクシーが一番安全な乗り物なんじゃないでしょうかということで、ぜひ GO というアプリで呼んでいただければなと思いますし、また、乗務員を常に募集しておりますので、元気でね健康体で車の免許持ってるよ、でも2種免許持ってないご安心ください、2種免許取るまで全て、お金出してくれはりますからね、ですので、ぜひぜひこちらの方にお気軽にお問い合わせいただければなと思います。そして、生命保険と個人の自動車保険のことならアクサの杉ちゃんのことです。個人法人問わず医療保険からがん保険積み立ての保険まで何でも杉ちゃんにご相談ください。Facebook で杉原浩二の検索を受けるもしくはこちらの LINE ID 読んで取っていただきましてね、スクショを取っていただきまして、ご連絡、この森田信者を見たよと言って連絡をしていただければ対応しますので、ぜひよろしくお願いいたします。もしご契約いただきましたら、もれなくこちらの森田信夫社は特製タオルね、こちらのプレゼントさせていただきます。ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。そしてですね、ご自宅などで空いてる土地ありませんか、津田建設が、全てお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。ご自宅などで空いてる土地があってほったらかししててもですね、税金の無駄遣いとか、たらたら税金がかかるだけでございますので、ぜひね、コインパーキングなどに変えて収益流れる物件にしてみたらいかがでしょうか。見積もり無料でございます。ご自宅の前をちょっとアスファルト舗装したいとか、駐車場がひび割れしているとか、コンクリートのこともご相談いただければ、
何でも対応してくださいますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。なお以上のスポンサーさんでお送りいたしますけども、なおこの番組常にスポンサーさんを募集しておりますので、何でも結構でございます。この番組何か紹介できることがありましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、早速ゲストの方ご到着していただいておりますのでお呼びしたいなと思いますが、出てくださったのは2019年8月ぶりでございましてね、状況としてはいろいろ大変やったと思いますけども、こちらの方に来ていただきました伊賀健二さんでございます。どうぞ。どうも皆さん、こんばんはになるんかな。こんばんはですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、伊賀さん、いやー、ほんまにね、伊賀さんに会えるんや。会えました。嬉しい、嬉しい。2019年の8月以来です。めちゃめちゃ前や。めちゃめちゃ前ですよ。やってたよ。まだやってました。ずっと。すごいな。いや、これやってました。だってずいぶん久しぶりでしょ、こちら来られるのも。いや、そうですよ、ほんとに。ありがとうございます。いや、もうとんでもない。本当にもう言うて伊賀さんとお話いっぱいしたかったんですよ。その YouTube もそうですけど、はいはい、なんかいろいろ出ておられたりとか。そうですね。ね、で出ておられる前出ようかなっていう時に亡くなったりとかね。そうです、そうです。もうこのコロナに振り回され回されて、いや、こういう状況ですけどもね。まあまあ、なんとか。またこの間僕ね、その、はい、見に行かせていただこうと思ったんですよ。と言うてもね、そのコロナなるほんまの直前ぐらいまで、はい、新歌舞伎座の方の舞台のお稽古をされてて、はいはいはい、してましたね。で、メダカ師匠と。そうです、そうです。吉本から伊賀さんと吉、あの、メダカ兄さんだけです、ね、だけですか。はい、お二人で稽古されてて、前川清さんとね、はい、で、これがまあ僕は全然そんな、なんでしょう、自分もまあ多少なりイベントの被害ありましたけど、はい、まあ新歌舞伎座とかがそんなことになると思ってなかったんで。いや、思ってなかったですね、本当に。で、もう中止になったって。そうですね、残り1週間やったんですけどね、千秋楽までね。はい、まあ、残念ながら。いや、はい、で、その前の時は、前の時は一切やらずでした。前は、そうです、2年前に ねやる予定やったんですけど、それはもうだから稽古でね、ずっとやってはってやってたんですけど、はい、もう、はい、肌からやらず。いや、だからその時に前川清さんがお稽古で大阪の方に来られてて、はい、そうです、そうです。ずっとおられてて、はい、もう帰るわみたいな。そうですよ。前に僕初めて、はい、そのたまたまですよ、本当に前川さんを、はい、お会いするきっかけなかったんですけど、うん、メダカ師匠が、そうですね、もう破れかぶれだってのか、ビリヤード行こうか言って。そうです、そうです。ビリヤード。で、飯川さんとビリヤードさせてもらって、はい、で、なんか電話かかってきて、いや、ほなカラオケでも行きましょうか言うて。そうです、そうです。で、カラオケ行って、カラオケの先に誰来んねん言うたら、前川清さん来はって。そうですね。ねえ、あれ、びっくりした。参加でね。はい。いや、じゃ来たあかんやん、前川清さんが。その僕らのカラオケのところに。ね、入ってきて。入ってきはって。で、なんか知らんすけど、前川さんもコロナじゃなかったんですけど、なんや、体調悪かったみたいで、はいはい、無理やり呼び込んでた。言うて。そんな前で僕、森進一さんの歌を歌わせるまで一致しますけど。あれもだから、そう、はい、2019年、はい、2020年か、はい、あれは。そうです、そうです。ね、2020年の、はいはい、新歌舞伎座公演がなくなった言うて、はい、そうです、そうです。そっからコロナの一番えげつない始まりの思い出っちゃ、自分のイベントがなくなるとか、予定してたことがいっぱいなくなっていったのは、あれでしたけど、うん、そのもう仕方ないなって悔しかったですけど、それ以上のものを得ることができたのがあれですよ。前川清さんに自分のカラオケ聞いてもらって、で、森進一さんの歌を歌った時に、ああ、森の歌かって言って、あ、なんかその、なんかその人間関係見えるというか、はい、あれ、なんで前川さんずっと大阪おったんでしょうね、あれね、こういう亡くなったって言っても、もうずっとおったんでしょうね、あれね。後日でしたから、あれは。で、ここだけの話ですけど、はい、伊賀さんに行こうよ、もうなっつって、ね、前川さんから、そうです、これ。で、その時ね、その、まあ、たまたま、まあ、まみちゃんがいて。前田まみちゃんね。はい、で、まあ、その前川さんのファンのところがいろいろつながりがあって、まみちゃんも行ってて、で、もういろいろ大変だろうから、つってね、はい、3人で、僕、全く関係ないの。
考えたら、ね、でもその日に生きてたからということだと思いますけど、ね、お小遣いを、お小遣いを言ってたからね、お小遣いって志というかなんかよくわかんない、ね、でもマミちゃんはいやもうそうだみたいなもう泣きながらクソいうことするんですよあの人は本当にもうっつって泣いてくる、ね、で伊賀さんはこんなもう言って返そうとしはるんですけど僕は返すな返すなって何ちゅうこと思ってたよもろとけもろとけもう始まったけど何かはねそのねやりとりありましたけど、ね、ただでもそのいやいや、はい、パッてこう封筒を後で中身さしてもた時に、うんゾッとするこんな額絶対もうとあかん僕みたいな人間がって思いました全く関係ないのにたらたらメダカ師匠とカラオケ行ってたついでに終わった人間がこんなもうとあかんわってまあでもまあ僕は森進一さんの襟裳岬を企画しましたからそのおだちもろてそれおだちもありましたよいやありましたねほんまにあれは衝撃でしたやっぱもうすごい方なんやなと思いましたもうまさかのまさかでしたもんねほんまメダカ兄さんとダダダダってただけやからねそうですいやまあはいいやでもでまあねやっとできたとなったんですけどね今年新春公演でねはいはいまあまあ20日間はできたかな20日間でもその僕見に行かせてもらおうと思ってて、うん、でちょっとだけ一瞬こうざわついたのが、うん、同じ時期にこう内場さんもはい、梅田の芸術劇場の方で、はいはいはい前回の去年かなどっちそれも中止になったじゃないですか、うん、のミュージカルの再演みたいなのが、うんまあ、されるということでそのどっち見に行こうかなっていうかどっちも見に行くって言ってたんですよ、うん、で内村さんのやつを先に見に行ってっていうのは前回中止になってるから、うんこれもまたちょっと途中で中止なのかもしれないと思ってちょっとざわついたんでさっき見に行って、うん、でパッて調べたらまだ全然チケットとかも、はい、その、余裕がありそうやったのでね、うん、新歌舞伎座、うん、じゃあ明日見に行こうと調べたら中止になってますそうですねだってもうその僕梅田のその芸術劇場見に行ったその後にチケット取ろうと思ってバーッて見てたら中止になってて、うん、でまだ様子見やったんですね様子見やったんですよそうだからねスタッフさん関係者に出たっていうね、はいはい、話が24日に休演日やったんですよはいその日あ休演日やったんですかその時に連絡が来たんですよ、うん、でおうおうとりあえず25は中止にしますとああだから休演日にまあその方はもう完全コロナ確定やったんですか、はい、確定やったんですよねおうおうおうでまあ皆さんにこう連絡来た時はみんな休演日やから来てないんですよね、はい、本番やってないから、はいはいでまあまあそうか言ってついに来たかみたいなでまあまあ様子見なんで25日の公演はまあ1回2回休みますとはいはいはいで、その後日の公演はまた、まあ、これがどういうふうにして対応していくか、はい、じゃあその25日の分はもう完全払い戻しで行くって予定やったのが、はい、そうですね25日もだからもう休演日やから家におったんですよはいとりあえずまあ出ないでくださいはいはいはい25日の日にもうはい全公演うわっていうもうちょっと難しいんじゃないかという判断やったみたいですけど、ねまあ、それは、その最終ジャッジは藤山直美さんがされるんですかうわ分からないです前川清さんかもしれませんし新歌舞伎座の偉いさんかもしれませんしその辺はちょっと分からないんですけどうわ一応やる予定やったんですよね31までですよね、はい、それはもちろんはいわそうですそうですもう今はねまた今別にその吉田さんとか川端さんとか出てはるんですけど、ね、今はね、はい、普通にやっておられますから、はい、劇場自体は動いてるんですよ新歌舞伎座の公演自体は動いてますけどそうですでもここからまだ東京とか来週行くんですよ来週東京なんですか来週行くんです28日からあるんですよ28日から東京で何公演ぐらいあるんですか1ヶ月ぐらい、そうですねだから3月の13まであるのかなだからそうなんですよ超ロングラン、まあ、そうですよはい、メダカ兄さんと二人で。あ、そうなんですか。東京の方で行って、はい。ちなみに劇場はどちらなんですか。明治座です。明治座で。はい。明治座で、それこそ藤山直美さんと前川清さんの、あ、同じもの。同じものを明治座で。じゃあまあ大阪で見れなかった方は、はい、東京の方に行って。いや、まあ大変ですけどね。まあ内容としては。いや言ったらそうですよねだから一応今から今は2月の13日から、うん、18、うん、あ、その前に入らはって稽古があってそうですあって、はいまあ、それはもう
やる方向に進んでるんですか？全然やる方向に進んでます。うわすごい、はい、東京に1ヶ月ぐらい。じゃあそうですね。あれってどうなってるんですか？その お住まいで何だろうと、もうウィークリーマンション、マンション、もうホテルですね僕ら。ああ、ホテルです。はいはいはい。ホテルにだからその言うたら、はい、13日までかな、公演千秋楽までホテルと。ああ、もう限界態勢でしょうね東京なんて。そうでしょう。出ないんちゃいます？出ないんちゃいます？うわー辛いな、それも。もう声終わったらもうすぐホテル帰って。はーね、いやまあまあこのご時世仕方ないですけど、まあ言うてもね、公演するためにはっていうね、もう徹底は最低限絶対してるじゃないですか。まあまあもちろんそれはそうです。当たり前のようにやってるじゃないですか、はいはい、消毒、手洗い、うまい、はい、ね、でマスクだからね、どうしても舞台出るとね、いや、それはね、マスクしながらお芝居するわけにもいかないし、いかないんでね、これが、はい、ね、難しいとこですけども、まあ、飲食禁止だなんだ言ったって、結局だってマンボウも延長になりますしね。そうですね、3月まで行くんかな、はい、うん、ですから、まあ、このお店どうされるんですか？お休みです。お休み、お休み、結果そうなんですよ。いや、そうなんです。それはできることがね、本当に感謝というか、今のところ全然やる気満々でいってますから、はいはい、できるんですからね、一応言って、とりあえずはね、こんな時期にできるなんて。いや、でも確かにそれはもうなんかどうでしょうね、その吉本興業のこの、まあ、NGK もやってますし、ギョーカリスもやってますから、うん、はい、お客さんを集めることが完全なる NG というわけでもなくて、なくて、もう行く人は行く人でちょっとその覚悟していかなあかん部分もあるのかもしれないですけど、うん、どこにどう感染するかが分かんないから。そうですね、こればっかりは。でまだお客、その客席に関しては、うん、映画とかの場合はもうすぐ対応しても行くわけみたいなんですけど、うん、もうその時に売ってた分はもうしゃあないから、もう横詰め詰めとかでもっていうことになっちゃうから、うんうんでね、難しいな思って。で実際あれはどうなんですか、そのやっぱりで、まあ、中止になってるから、うん、ゲスの話ですけど、お金はもうその分ないんですか？いや多分ないやろな。いや知らんよそんな話も一切してないけど。いやだって次はだからもう明治座の話になってるから、とりあえず、あそこはもう何て言うやろな、後回しなんかな、だからそこをまあ気にしてない。で前回の時は、うん、もう中止やから、うん、もうそのどんだけ稽古しようか何しようが、うん、もう全くお金なギャラなしですか？前の時ってね、前さ中止になってますよ、2年前やる前から、はいはい、あれは出ました。まあまああれですよ、その見舞い金みたいな、ちゃんとした金額じゃなくて、まあ稽古1ヶ月やっぱやったので、はい、6割という。あ、じゃあ、うん、その、本来だったら2ヶ月分働く分の6割を、稽古いっぱい1ヶ月ね休みなしでやったのでという、はい、結局公演はしてないんですよ。公演してないんですよ。してないけど。新歌舞伎座さんすごいですね、それは。はぁ、それは一応、2ヶ月抑えたというね、スケジュールを。ありがたいですね。ありがたいんですよ。いや、それはありがたいと思いますわ。だって僕、これ、その、今は、うん、国どうのこうののジャッジで辞めますっていうのは、うん、もうそこはあるかもしれないですけど、まあそういう保証どうのこうのでしょうけど、うん、もう濃厚接触者が出ました、うん、公演を中止しますはスケジュール抑えられてても出ないんですよ吉本は。前は吉本の時、まあ、吉本も出し会社は出してくれたじゃないですか、うん、スケジュール抑えられてて、うん、出てないけど何割かみたいな、うん、いや今回に関してはね、もう休演とかに関しては出ないんですね、やっぱね。だからね、だからその話は一切してなくて、もう東京公演のことをもう前を向いてやってましたよ。さあ次明治座やって言って、明治座はまあ皆さん僕大丈夫なように歪みまくってるから、もう中止か。でも何日間か、10日、いや、一週間、まあ7割はもらえない。いや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 。思ってまいますわ。全然そんな話してへんかったよ、もう皆さん。身の粒ちゃうかなっていう話やね、そんな。まあまあ、何よりも公演がちゃんとできることなの。そうそこが大事やから。もう、さっき明治座の話になってたんでね、もう。実際でも稽古とかは、うん、何日ぐらいされるんですか、あれって。だから、もう、去年の12月からやったんでね、もうほぼほぼ1ヶ月。週1回休みがあるかっていう感じ。1ヶ月毎日自分の出番があるかないか分からずもあるんですか？いや、それは分かります。だから自分の出番のところの儀稽古から始まって、はい、で、まあ
最後は投資投資投資ってなるんですけど、はいはい、その稽古は東京ですか？いや大阪です。あ、大阪だったんですか？はい。あ、そう、これだけです。はい、今回のやつも大阪だったんですか？はい。おお。で、東京は東京でも、まあ、じゃあ大阪で作り込んでからもうだからこのままも東京でも。ああ、じゃあ前もその前川さんも1ヶ月ぐらいここにおられたんですか？おられたんです。うわ大変やな。いやいや、でもなんか当たり前らしいよ、やっぱりそれくらいやっぱり結構なんかそうスケジュール抑えないとダメです。藤山直美さんは大阪に住んであるんですか？いや分かれへん、うん、京都に家はあるっていう。へえー、京都なんですか？まあ、もうちょっと終わってからちょっと飲みに行こうかみたいなことも。いや、なくなく。そうないんですか？なくなく。そういう感じの方じゃないですか？いやいや、そういう方やと思いますよ。ですけど、まあ、どこまでこう、なんですかね、距離感が詰まってんのかが分かんないです。伊賀さんと。ああ、うん、どうですかね。新幹線やとか。いや、それはもう言われますね。ええー。新幹線さんみたいな。新幹線さん言ってるんですか？劇団新幹線行ってほしいわ。新幹線さん言って。いや、だからまあ、うん、そうですね。だから、その、こんなんなる前はね、は、まあ、細木さんが誘っていただきますよ、全然。一緒に。はい。どんなところであるんですか？いや、もう。めっちゃいいところであるんですよ。いや、うん。そんな、なんか立ち飲みとか行かないでしょ？行かない。行くかいな、そんな。いや逆に行ったら面白いけど最初のとか行かないですよね。どんなとこ行かんのかなって。いやもう全部個室でキッチン、うんうん、うん、そう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 。はあ、だから松竹座公演の時はもう横のハリジュとか、いやもう言うとるもう行きましょうって好きやみたいな。そんな毎日すき焼き食べれないでしょ。いや毎日行けへんから毎日行けへんからそんな。いやでも普段だからどこでどんな食事してはんのかなとでも思いますやん。ああいうこと見たことないですもん。その、うん、メダカショーとかを配信連れてまたねしますけど、うん、もう全然その吉本のそういう人たちの立ち振る舞いとは違うでしょ確実に。いや違うと思うよ。でもそないやで、ね、でもやっぱりさ、やっぱりあまりいい会食しないというか、あ、うん、この時期やからっていうことやと思うよね。お酒とかも飲まれるんですか？飲まないよね。飲まない。飲まない。はお父さんのお話をされたりとか。何回か聞いたけどな。ああそうなんすか。でわいいじゃないですか。そう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 。でもまあそれはだからご飯行った時に聞いたとかじゃなくて、はい、やっぱりその舞台公演中のちょっと早めに袖にスタンバイする時に、はい、そういう話を聞いたりとか、はい、エピソードをねちょっと聞いたりとか、はい、出のタイミングがちょっと違ったりとか振りがちょっと声小さかったからとかってこう怒ったりとかはないんですか？そんな人いないよ。はい、うん、ないですか、うん、ないない全くない。そんなそんなんは言わない言わない。あの演出家さんがトップです。ああ、うん、うん、で演者が指導しないですみたいな。おお、うん、やっぱ演出家さんを立ててるというか、立てるというか当たり前なのかもしれないですけど、先生そんな感じ。このああとか言えへん。言わないですか？言えへん。ないんですか？ない。へえ、うん、ほんまないよ。もう徹底されてるんやろなって思う。だからそういう意味では。じゃあそのお芝居上何かここで悩んだりとか何かあった時にあそこってこうやったらどうとかっていうことは言ってくださったりするんですか？それはあの人によって言ったりはします。アドバイス的なことはね、はありますけど、基本はやっぱり演出家さんありきで動きでますね。全然違う環境なんですね。全然違うよ、ほんまに。なんかいい勉強になりそうですよね。いやもう勉強だらけ。なんかあそう、前川さんとかはどういうその位置でやっておられるのかなっていう、お二人、まあ仲いいということでやってはるわけですよ。違うんですか？僕はと思うんですけどね。あ、うん、おそらく。だって前にも、やってますよね、前にもやってるというね、はい、お話も聞きましたし。前川さんとかやっぱ結構そのコメディ上手というか、うん、コメディアンですもん。いや違いますけど違いますけど、はいはい、プロの歌手ですけど、なんかね、ユニークな方ですもんね。すごい、そうです。まあとかも面白いし、お笑い好きな方だし、うん、コミカルな動きとかね、はい、結構今回もやってはったんで、まあ、むちゃくちゃ見に行きたかった。なんて逆にその、うん、あこんなご時世から楽屋の挨拶はちょっとあれやなと思ってて、うん、まあ、せめて何かねこう差し入れ的なものだけでも持っていかさせてもらえたらとか思ったとこやったんで、うん、すごい僕はショックで。そう、でもシャットアウトやったね、ほんまに。あ、もうそうですか。もう面会もダメ。まあ、ご挨拶にはいけない。まあ、でもその、うん、まあ、そうか、差し入れとかも。もうダメなんです。うわー、そうか。ほな、まあ、持って行ってても。まあ、うん。受け取られた。はい、これ。
言う。そんな言えへんやろ。そんな言えへんって言わないですか。言えへんよ。いや別になんでそんなこと思ったかわかんないですけど、はい、まあそんな方はいてない。全くいてない。はあ、うん、声荒げる人いてなかったな。そういや、まあ、穏やかだな。穏やか、ほんまに穏やか。なんかいいよ。そんな分からずもおらんかったんちゃうかなっていうのもあるけど、怒らすぐらいのね、はいはい、分からんでもおらんぐらい。ああ、だからみんなちゃんとしてた。みんなちゃんとしてたってこともあるかもしれんけど。みんなちゃんとしてんねんけどなっていう。またあいつっていう。うん、いなかったな。ああ、うん、いや。いや、でもそうそうそう。毎日やっぱりね、稽古っていうのはちょっと新鮮やしね。言うても。結構だから、朝何時からって、何時から何時までってことで、結構の長時間でしょ、稽古されるのは。ねえ、でもお昼からですよ、大体。あ、お昼からですか。お昼からだいたい夕方までですよ。あ、そんなもんなんですか。朝から、まあ。朝から晩までっていう感じではない。あ、じゃあ、そのまあ、ある程度その自分の生活みたいなのも、うん、まあ、それは生活のことはもうこれ結構だから。もうほとんど、まあ、そう、昼に行って。うわー、なんかでも僕もその、対外試合じゃないですけど、まあ、そういうよそのね、こう他の方たちがどんな風にしてやっておられるのかっていうのは見とかなあかんなというのもあって。いや、ほんまにそうやねと思って。だから全く知らんかったですね、その浴衣着てやるとかね。結構え、浴衣着てやるんですか。だから知らんと行った時って、言うたらほんまにこんな感じで行くやん、ジャージと T シャツみたいな。動きやすい格好じゃないですかって言って行ったら、大概の人はやっぱり浴衣着てて、えってなって。えそれ教えてくれてへんから。それ松竹ルールなんですか。松竹ルールじゃなくて、その昔のこうお芝居するときってこう、着物を着るから、はいはいはい、セッタ履いてるから、はい、っていうので、お芝居の設定が昔だから。鼻から、そう。現代やったら別に。現代やったら、その、これでもいいみたいです。はいはいはい、はい。うん、スーツ着る役の人やったら、はいはいはい、あのジャージと、まあ、その T シャツとかでもいいんですけど、はあはあ、その着物を着る役の人って昔の人、もう浴衣で絶対浴衣なんですよ。へえ、それ知らんと吉本教えてくれません。いや、そんな教えてくれません。稽古や稽古や言うて動きやすい格好言うてほんな恥じかいたってなって。へえ、で初日バッて帰った時にそう稽古場でだから吉本勢だけジャージと T シャツだったんです。え、メダカ師匠も。いや、その時メダカに今回の話じゃなくて、ああ一番初め僕が出させてもらった。はい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 、そうですよ。ただその三つ星師匠とかも出られた時のお芝居で、三つ星師匠もジャージと T シャツだったんです。うわーってなって、僕そんなこれ知らんかったらあかんでってなって、でそんな言われてないですけど、でも、え、知らんのという感じにはなりますよ、空気的に。あの浴衣いるんでみたいな。でもそう、浴衣持ってませんねんとか言うのは言えないですよ。言えへんでしょ。だからどっか旅館に泊まりにパクって帰ってくる。いや、なんでそんな発想やねん。帰れもうパクって帰ってくれ。いや、浴衣すぐ手に入る方法一生思い浮かべへんかったら、もう木の先まで行って泊まって浴衣ちょっと借りてとか。だから旅館で、だから次もすぐ買いに行く。その稽古浴衣ってやつですか。稽古浴衣とか、まあまあもう浴衣だから自分の稽古のためのありました、その自分の浴衣なんて。だから、はい、それを知らなかったんで送ってくれと。ああ東京で稽古やったのね、その時はね、はい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 、でももうないから、はい、だから家にある浴衣、あ、実家にあったんですね、浴衣をとりあえず送ってくれって言って送ってもらって、なんとかそれをしのいだんですよ、その回はね。いや、もうそれ浴衣が届くまでは恥ずかしいですよね。恥ずかしかったですよ。だから、あ、でもそれも教えてくれてないので、はい、やっぱ知らないじゃないですか、はいはいはい、その吉本でずっとおったら寒いってわけにはいかないんですか。やっぱり寒いだから、その作業着みたいなの陶芸からあんな感じやったらあかんですけど、ジンベみたいな。いや、知らん、思うから。来てる人見たことないわ。はい、そうそう、皆さんよかったね。やっぱセッタ履いて、はあ、セッタ履くんですか。うわ、だからあのやっぱりそれ慣れとかんと、うわ、その本番ここ痛いやっちゃう、ものすごいええ設定が来るんで、はい、本番は硬い、うん、そうそう、硬かったやつね、あのね、ほんまに新規が来るんで、折らなあかんやつ、それやっぱり慣れとかんと、もう、はい、本番中ね、っていう意味で、そういう格好をして鼻から稽古しましょうねという、はその暗黙のルールやと思うんですけど、吉本その知らんし。いや、本当ですね。
いやでもそれ逆にそれを聞いてて前に受けてよそのお芝居言われて、あそう浴衣浴衣で浴衣着ていって現代劇やったらダメです、現代芝居ですけどって言われてめっちゃ恥ずかしいです、それはそれで恥ずかしいと思います、稽古にこれしかないんですけど一人だけ浴衣着てめちゃくちゃやる気でいやそれはそれで恥ずかしい、恥ずかしいなぁ、そうなんすか、それだから吉本で恥かいたというのはありますよ、そらそれでも言うといてくれんとですね、でもそれもそマネージャーさんも知らんかったんちゃうっていう、いやまさかそんなん、はい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 、僕だからその今度5月の末ぐらいから稽古があって6月の後藤さんのお芝居に出させていただくんですけど、うん、山形で公演あるんですよ、公演、うん、はい、稽古も山形なんであれ自分ですよやらなあかんんですけど、なんか姫が愛したダニ人間っていう話なんですけど浴衣ですかね稽古どうやろうどうやろう、その和なのか洋で変わってくるしな浴衣で浴衣で行ったら多分誰も話しかけてくれへんかもしれないですよね、でもそういうのってまあね暗黙の了解で誰かが教えてくれるわけじゃないですが当たり前のルールだっていうのをってことやと思うんですけどね、だからそれはやっぱりね僕も知らんかったからまあ聞いて、うん、こういう意味で着るんですよみたいな、はあ、まあでもそれはたもととかそういう全部があるから、うん、物を入れる時にこういう所作を練習せなあかんし、うん、そういう意味でポケットにこう入れる芝居がないから、ところこうしまうとか、へえ、あでもそうか、所作が全部いくつ変わってきますもんね、そういう格好をして皆さん稽古してる、はあ、西部劇とかでずっと皆さんこう天下の発砲とか見てるとか、でもやる人はやるんじゃない。この所作が必要な人、萩原流さんみたいなやるんちゃう、もう常にないと無理や、へー、だからもう勉強だらけですよ、ほんまそういうとこ行った時って、だから例えばその新喜劇の人間が、うん、まあ分かってない、うん、もう一般的な稽古常識じゃないですけど、うん、対外試合をしに行く場合ね、うん、こういうこと気をつけとかないとっていうことはあるんですか、例えばその伊賀さんから見てこれは全然、まあ、その浴衣もそうですけど他にも何かあります、何でしょうか、例えばその楽屋入る時間だとか、ああもう極力早い方がいいですね、だから、極力大体やっぱり遅くても1時間前、遅くて1時間前、絶対1時間前です、へえ遅くて、遅くてなぜなら、はい、そのそれこそそのスーツとかやったらすぐ着替えられるから、はい、いいんですけど、はい、かつらあるわ、着物着なあかんわってなった時にまあまあ時間かかるんですよ、だからメイクも慣れてる人は多分ペペペってできるけど、はい、メイクも難しいし、はい、カツラかぶんのもこうなんと羽二重こうつけてとか、ああそうか、全部え自分でやるんですか、羽二重も、やりますやります、うわー、それもね神田さんとかになってきたらそれはもうつけてもらうけど、自分で羽二重つけて、衣装さんとかも全部ね神田さんはつきますけど、それ自分らでやって当たり前らしいですよ、だからそんな、いや早くはベテベテできるけど、もう慣れへんから、はあ、ペーンってすぐ取れて、またこう、なんかこう、ああ、これローでやって、こうやって、でまたこう、ピタつけて、ドンピシャで、やろう思ったら、またペローン取れたりとか、あもう、めっちゃ時間かかるんですよ、はあ、まあ、慣れたら、多分ほんまに早いと思うんですけど、はい、だから1時間前やったら、ちょっとやばいかな、ああ、じゃあ1時間半ぐらい前に入っとかないと、もうだから、うん、まあ、僕はもう大体やっぱり2時間、2時間にもう行って、へそうほんまでも怖い怖い、ね、もう早めに着替えて、はあ、じゃあしょんべんしてなったりとかいろいろありますん、だからそれもね全部踏まえた上で上でもうだからうんそれはそうやな、1時間目に行ってたらちょっと怖いかな、へえ、もし前方どうするのっていうカツラとかなんかこう、はあ、無理になんかね変にかぶってしもてとか、ま、ちゃんとこう見立て全部きっちりした上 で早めに降りてっていう、はあ、だからだから、なんていうやろ、その今でこそそのやっぱり時間差というか、はい、集まったらあかんから言うて、はい、でもね、こう時間差でこう、あ、そうあるんですよ、やっぱりなってるんですけど、はい、うん、もうそうやな、常に楽屋は早い方がいいかなっていう、はぁ、2時間は言い過ぎかもしれんけど、ね、はいはいはい、うん、まあまあ1時間は必ず持っとかんと、うん、へぇ、そうそうそう、わざわざ言うて40分ぐらい前にもうか行ったらまあまあ、えってなるかもしれない、折れへんのちゃうかな、40分前に来てる人だもん、そうやな、うん、メダカ兄さんで今回何時に来てたら、まあ1時間10分前か、まあ、メダカ兄さん普段から早いけどね、はいはいはい、うん、1時間10分前ぐらいかな、
メダカ兄さん。で今回のお芝居は時代もんなんですか。時代もんやったんです。あ、じゃあまさにもうそれはもう分かってるから、台本見て時代もんやってるから、もう浴衣パッと浴衣やー言うて、はい、買ってセッタもバーン買って、セッタも買って安いですよ、それ安いやつを買いましたよ、はいはいはい、そんなええやつは買えないから、お安い安いセッタ買って、いや普段それ履いて動くからね、もう楽屋。ああ、ゴム通りの時に行かないですか。いや、いいんですけど。あ、いいんですか。いいんですけど、はい、なんかこう客席でこう、なんていうんですかね、皆さんこう集まったりとかするときは、はい、まあまあ、なんか浴衣なんですよね、まあ。やっぱりその、ちゃんと無事にできますよ、みたいなこう、お払いとか、やってもやるときに、こう、皆さんこう、演者集まるんですよ、そこそ。あ、そんなもあるんですか。あるんですよ。そのときに、まあ、大概皆さん浴衣を着られてるので、それではまあ、浴衣。それまたジャージって恥ずかしい、恥ずかしい。そんなお花みたいなのちゃんとされて。へぇー。できますようにって言って。もうその時に、あれ出すとか言う。いや、もう知らん。怖い。もうそんなん。あれ本番何してんすか。怒らへんと思うけど。怒らへんと思うけど、あの、ちょっと、問題はあの子ってなるわ。いや、そうでしょうね。うん。何してんすか、これ。この長野ファンズ T シャツ。何すか、これ。あ、やってんすか、こんな。知らんから。言われると思うよ。でも、ほんまに。絶対、いや、そうそうそう。だから、で、初日はスーツで着なあかんとか。え、なんかそういう、ほらほら、そんなん教えてくださいよ。教えててもらうと分からない。初日スーツ、スーツで初日おめでとうございます。ようけ持っていかなきませんもんな。そのまあ言うたら移動やなんやら言うてもスーツ、ああそうそうそう、いっぱい持ってかなあかんよ。うわ大変。だから初日とラグビーかな、ラグビーも、ラグビーとか、まあ、選手楽も、はい、まあ スーツでこう楽屋入りする、スーツで楽屋入りして、でまあ本番やって、本番やって、その時は浴衣じゃないんだ。浴衣では着えへんかな。逆にちょっと清掃みたいな感じで着物で来るとかはなしですか。着物は何じゃないかな、大月袴だな。いやいや、うん、はありかもしれないけど、基本はちょっと綺麗めな格好。ほら、まあ、こんなん教えといてもらわんと、うん、まあスーツじゃなくても綺麗めな格好、まあ、まあネクタイはしてる方がいいんじゃないですかみたいな。僕もそれ知らんかったから、もう聞いて。え、じゃあその時、初めの時なんて知らんから。いやいや、だから初日ってなんかあるんですかって、まさにそれ、分かれへんから、はい。まあ、これ浴衣どうのこうなんて言うんだけど、おそらく初日もなんかややこしなってんやろと。うん、そう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 。ほんならまあ初日はまあスーツ、スーツかな。持ってへんかな言って。洋服の青山行って。なんかもな。そう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 。だから今はネクタイしてる方がいいよと、まあスーツとまではいかんけどみたいな。ああ。きれいめの格好で着た方がいいよという。へえ。まあ最低限こう、まあ、シャツにネクタイしたり、うん、ジャケット羽織ってるっていう、いろいろ勉強になるな。そうそうです、いろいろ全然違うから。全然違いますね。あ、でも聞いててよかった。まあ今後あるかどうか自分に。いやいや、そんな分かれへんやから。だから今回もね、はい、川端座長が今新歌舞伎やってるし、はいはいはい、そういうのでまあまあ現代劇やったから浴衣ではないけどっていう、はいはい、うん、いろいろやっぱりあるから、もう日々勉強ですよ、やっぱりそういうのは。なるほどね。スーツやっぱ常に持っとかな、スーツは絶対持っとかなあかんし、ちょっと用意しとかなあかんねなっていう、うん、ちょっとこのコーナー行ってみます、はい、レコメンデーションスピークと、ね、このコーナー、ゲストの方のお写真を紹介することが大事で、あちらの方の大きいモニターに出ますので見ていただきます。あ、これね、こちらでドン。これもだからまさにね、今年の新春公演の初日の、はい、うわーもう門松をどんどんあって、そうですそうです、1月4日初日の時の写真なんですけど、ね、はい、これ初日の時は本日初日って書いてある、ね、こういうのがすごいちゃんとこれ見たのがあって、まあまあ、はい、へえ、ほら2日目は2日目って書いてあるんですか。2日目は書いてないと思います。あ、千秋楽とかだけある、多分やと思いますね。本日初日中日千秋楽はあったんじゃないかなと、初日の時に撮らせていただいたんですけどね。はい、まあまあこれをね、まあ、今年の1月4日からさせてもらったんですけどね、はい、先ほどね先導喋ってた前から、いやいやいや、藤山直美さんの公演のやつですけど、はい、はい、記念日というか、やっぱ初日はなんかこう初日らしい感じの空気で、それこそこういうシャシャンとかやったりとこもあって、そうですね、だから初日は初日こそだから朝早めに集まって、うん、皆さんで、そう早めに集まってとか、スーツ着て、スーツ着てみんな楽屋にしてみたいな。はあ、で舞台上で皆さんでこうやって舞台で「AAO」とか「AAO」はなかったエンジン組んで言うて「AAO」はないですけど、はい、それこそこうお祓いする時は、はい、まあまあ初日じゃなかったんですけど、それは、はい、舞台稽古の前っていうか、はいはい、前日か前々日にそれはあったんですけど、初日はもう本当に本番さながらというか、まあ本番なんで、はい、ちゃんともうそういう
きっちりやってくださいねみたいな感じのちょっと引き締まってた感じでしたけど、ね、だから新喜劇とかやったら初日というかまあその舞台前に、うんうん、セリフ合わせみたいな本読みみたいなやるじゃないですか、うん、そんなのされるんですか。もう追っつかないですもしやってたら。えだって本編が2時間半ありますから。あじゃあ初日はもう何もなくはいもう明日から本番ですって、そうです、もうゲネやってもう次本番もうそうです、うん、へえ荒げる方はおられない、うん、そんなもんいませんいませんそれねえ、はい、まあ僕新喜劇にもいてないですけどね。いてないですよね。いてないですね。新喜劇にもおられないそんな方はね。でもなんかすごいな、うん、まあまあこれ2年越しにやっとできたんでね、やっぱりテンションも皆さん上がってて、ね、うん、たくさんのお客さんがいましたね。来てくれてました。そうですね、はい、1月4日ね、そっからまあまあね、どん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 やっぱりちょっとキャンセルが出たりとかね、ちょっと広まってきたので。そうですね、まあそれは仕方ないことなんで。手打つの遅すぎると思うんですけど、僕はこのオミクロンに関しては全体の本当に、はい、だって今日名古屋の知り合いから電話かかってきました、急に、うん、大丈夫ですか言って、はもうだんだん、いや別に僕大丈夫ですけど、どうしようと、お父様がコロナかかって、あら、はい、でまあワクチンもやっぱり打っておられなかったそうですけど、うん、で結局搬送先が見つからへんから言って、うん、ずっと自宅でなんかその、呼吸ができひんのを酸素吸入内容したりとか、救急隊員がずっとやって、で結局、まあ、搬送先やっと見つかりましたっていう状態、まあね、その今は入院されてるそうですけど、いやその病床率がどうのこうのって言ってますけど、うん、こんな状況になるかもしれへんっていう前に手打っとかんとというね、うんうん、病床率がまだ 20% とかなんて大丈夫ですみたいな感じで言ってたじゃないですか、うんうん、今もう 90% 超えてるんです、うん、いやほらそんなっちゃうねっていうね、まあまあ、まあ、いけると思ったんかもしれないですね。だから10月11月全く同じこと起こってるじゃないですか、うん、確かに、まあ、こればっかりはでもこねえ、ね、ピーカードするかなと思ったけどね、はい、10月、11月になって、はい、3人とかやったよ、まあ、結果でもピークアウトするだってみんながワクチン打っていってみたいなことでしょ、うんうん、これやったけどね。でもまあまあだからまあいけるやろってなったんかもしれんけどね。でももうそのワクチン打ってありました。打ちました2回、3回目はまだですけど、僕3回目むっちゃ怖いんですよ。2回目むっちゃしんどかったから。いやまあまあね、人それぞれらしいけど、まあまあ打ったらあかんやろなとは思ってるけどね。もうそう悩んでるんですよ。もうなんかどっかで僕こんなならへんかったら、うん、ならへんちゃうかなと思っていやだからそのなってないし、そうやな、あ、うん、結構なった人はなったかわかんないですけど、うん、なってへんからな、ならへんのかもしれない、そのならないかもしれない、スーパー遺伝子を持ってるかもしれない、いやなんかねやっつけるわかんないですけど、うん、なったとしても無症状な人間かもしれないし、そう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 、いっぱいおるし、だからひどい方もおるし、だからこればっかりは何度も言われへんみたいな、コロナ向きな人間かもしれないですからね、考えたら彼は分からないですけど、まあまあ残念でしたわ、これ本当あと1週間やったんですけど、出演者の方には出られなかった、そのコロナはその時に出られなくてな、うん、出てない、あスタッフさんでっていうのはちょっと辛いですね。まあまあね、この時世はもうそれを、まあ、しゃあないですね、ね、踏まえてから踏まえてやっていかないとあかんという。なるほど、じゃあ、ね、続きましてのお話のございます、はい、こちら次何でしょう、どん、はい、あこれね、これあそこのビリヤードじゃないですか。そうですそうです、あのメダカ兄さん行きつけのビリヤード、はい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 、これ稽古終わりに、はい、あのそれこそあの新歌舞伎座の共演者の、はい、あれ鍋島博さんね、一番右の方、はい、右の方、はい、真ん中の方が戸田さん、戸田さんだ、そうなんですよ、はい、でその左が吉永修平さん、はい、って言って、あのまあほんでメダカ賞が今メダカ兄さんが今こう戸田さんに撮られて、お写真撮らせていただいて、これ、ね、皆さんビリヤードほんまに好きで、はい、僕もしょっちゅう行ってて、あそうですか、行ってて稽古終わりとかにね、道理で誘ってもらわれへんはずだいや伊賀さんと行ってるんだ、いや別に、まあ、僕はもう全然うまくも何ともないんですけど、はいはい、やっぱりまあ時間が一緒やから稽古一緒にやって、はいはいはい、で終わって行こうかいな、はいはい、でまあ共演者の方に声かけたら、これたまたまこう皆さんちょっといいですか、行けます行けますみたいな、はいはいはい、行こうぜって言った時の、まあ、思い出の一枚なんですけどね、あ、はい、だからそれこそ僕の知らない情報をこの鍋島さんとか、はい、戸田さんとか、はい、吉永さんが教えてくれたんですよ、だからスーツなんですよ、ね、とかはもう本当にもうこのお三人に聞いてって、戸田さんよくしていただいてるんです、本当に優しいお方で、はい、3人とも戸田さんは結構僕も古いお付き合いになってしまいましたけど、
ああ、そうなんですね、はい、それこそここで林雄一さん出てもらって、はいはいはい、一緒にお芝居でカッパさんとかともおつながりあってね、だからこれがきっと大事な人の顔が、まあね、分かりたいところが全部後ろ姿っていう、ね、いやいやね、仕方ないですけどね、まあ、これもねちょっといいかなと思いまして、これをきっかけでね、前川清さんとも会いましたし、そうですね、あね、前川さんと行くことはなかったですか。いや、まあなかったです、なかったです、それはさすがになかったですけどもね、中兄さんがほんま好きで、何やろ、むちゃくちゃやってはりますもんね、なんかあれ集中する、一人でやることが好きなんですよね、将棋とか、将棋とか、まあ、ゴルフもまあそうでしょうけど、はい、一人で勝負するのが好きなのかもしれないですね、まあ、楽しいひとときの稽古終わりの一番ですね。続きましてのお写真でございます、はいはい、こちらでございます、のはい、あ、これね、亀泉、まあ、これ、亀泉っていうんですけど、亀泉、僕、日本酒が好きすぎて、そう、あの3年前からも言ってたんじゃないかな、はいはいはい、よく聞いてました、もう晩酌とかするんだったら、もういろんなお酒をこう今ちょっと飲んでて、はあインスタグラム上げてる時もほとんどもう今日本酒なんやんか載せることが、でもまあまあこれ書いてるんですよ、これアミノ酸なら 1.0 とか、これちょっとね特殊です、だからラベルがね、まあこういう手書きのやつやって、はい、特殊なんですけど、はい、上泉さんの高知のお酒なんですけど、高知の、はあ、これねもうほぼパイナップルです、え、あのね甘い、甘いんですよ、すごく甘くて食事に合いませんやん、いやそれが、はい、また合うんですよほぼパイナップルを、それ純米で、これね純米吟醸原酒っていう書いてある、原酒ってこの前アルコール度数高いんですけど、はい、これ優しいんですよね 14% って、はいはい、本来やっぱり 16-17 とかいくんですけど、はいはい、優しいんですよ、ほんで甘口なんですよ、初心者の方もたまらんと思うんです、え、これ日本酒っていうぐらいパイナップルです、はい、すんごい酸味と甘みと、はい、ほんまに果汁飲んでるみたいな、へえ、パイナップルのこう香りがブワッくる感じ、あ、そうなんです、すごく美味しかったんで、これはちょっとおすすめ、おすすめの日本酒でございます、どうしても僕食事に対して、うん、晩食であると、うん、もう辛口ばっかり好んじゃうんですよ、いや分かるんですよ、人それぞれですからね、僕もどっちかというと辛口が好きなんですよ、はい、好きなんですけど、まあちょっとラベルがちょっとかっこよくて珍しいし、飲んでみたらあれっていう、意外とお値段はどうなんですか、お安い、お安いです、お安いです、あ、ほんま意外と安いです、はい、はまあまあまあ、はい、普通1500円ぐらいですかね、720ミリ4号ですかね、だいたい1500円前後、この間ね、はい、名前忘れたら、なんかたまたまそのビンゴ大会みたいなんで、うん、当たったこの細長い黒いね、うん、日本酒のボトルがあってね、これ X になってる、うん、どこの中おしゃれやな、見たことないな、はい、たまたまその、僕当たっていただいたんですよ、うん、でこれなかなか手に入らないやつなんですって言われて、うん、えっ、あ、でも別にまあ飲んでほしいですけど、本当にメルカリとか、いやでも結構いいお値段でできるかもしれませんって言われて、そんな当たったんですかって言って、そうなんですっつって、おめでとうございますって言われたんですよ、うわどうしようかな思って、こうまたボトルが細くて綺麗なんですよ、うん、でもこれもう俺あんまその日本酒が好きとか嫌いとかあんま分からないですけど、まあ、飲んでしまうのもったいないし、これをいくらかで売れんねやったらとか思っててちょっと思案してて、うん、まあ普通でかいで帰ってきたら風合いで嫁はんめっちゃ飲んでましたこれ飲みやすいなあれ飲みたいなそれ、ラベルじゃなくてボトルが、ね、ラベルが X で X ってなってて、でなんかね、ボトルが細い、細長いやつで、まあ、家にありますよ、まだお写真送りますわ、あ、お値段を送ったら結構お高いのお値段するもんらしいですけど、そう思ったらこれは多分お安いです、はい、やっぱり高いやつ入れたら3000、4000しますからね、4号でもね、まだ全然そういう意味では、はい、ちょっとところのやつです、続きまして、はい、はい、こちらドン、はい、これ谷口屋のお揚げ、武田の油揚げっていうやつなんですけど、武田の油揚げ、これね、座布団みたいな油揚げなんですよ、ほう、これぐらいあるんじゃないですか、太さ、あ、分厚さが、うん、で、はい、これくらいでしょ、大体、あ、ビクショップ、ほんまに座布団これくらいな、いやいや、それで大丈夫です、これくらいの、はいはい、分厚さがこれくらいの油揚げなんですけど、はい、むちゃくちゃ美味しいんですよ、えー、
これね、どこで売ってるんですか、そんな。これね、僕今京都住んでるでしょ、はい、近所のスーパーに売ってたんですよ。はい、ほんでこれ1個ね、500円しますね。高っ。油揚げ500円しますね。高っ。高いでしょ。だからあんまりちょっと手出ない、リラ出さない。500円はでも一回買おうと。これ何やねんと、はい、こんなでっかい油揚げ見たことない。だいたい油揚げってこう長方形の、まあまあそうですね、細いやつ、はいはいはい、これもう分厚いしないよこれ、はい、一回買ってこれ4度向きいって、はい、まあペッパーでこう油、はい、またね油がほんで、刻みネギ、はい、大根おろし、はい、醤油垂らして食べて、はい、うまい。へえ、むちゃくちゃうまい。これは500円の価値がありますっていうぐらい美味しくて、はい、だから定期的にこうスーパーに並んでたんですよ、はあ、並びは買ってたんですよね。へえ、500円かー。でそれが何、はあ、いつやったかな、今年やったかな、はあ、去年の年末かにマツコさんの知らない世界で紹介されてしもて、はあはあ、これ出てきたんですよ。ほう、もうないんですよ。だから、手に入らないんですよ。手に入らない。これがね、まあ仕方ないんですけど、谷口屋のお揚げ人気あるんで、マツコさんの番組も人気あるじゃないですか、はい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 、だからそれで紹介されてからこれ手に入らないんですよ。うわー、そう、あったら買いですけどねと思ってるんですけど、まあまあ僕だから辛口好き言ってるでしょ。マツカンとこれ最強です。もう炙って、ちょっとそうなったら手に入らへんけど500円か。これ500円で一回もしね、買ってみよう。スーパーがどっかで見つけたらぜひ。ああ、ぜひ。まあネットで買えるんかな。でもマツコさんの番組出たから、予約っていうかね、生産追いつけへんからってなってるかもしれませんけど、これもしどっかで見つけたら、ありがとう。谷口さんの番組、はい、竹中さん、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、はい、写真どう。あ、これ、これ、はい、去年の春団地のお芝居をさせていただいた時、はい、僕サフの役をね、はい、させていただいたんです。あ、これがだから、去年の7月、はい、東京オリンピック真っ只中の時の新橋演舞場の公演の時だったんですよ。ほう、これ西川忠さんが桂春団地の役 で、はいはいはい、で僕がサフの役をさせていただいてっていうの時の一枚なんですけど、まあお客さんが少なくて、やっぱりそりゃそうでしょうね。そうです。東京オリンピック始まって、はいはいはい、緊急事態宣言出てる時やったので、ね、まあこれ仕方ないことなんですけど、うん、まあまあこんな役、まあ二度とすることないやろっていうので、はいはいはい、最後記念に小道具さんにお願いして、ちょっと撮らせていいですかと、はい、でまあ極力こう SNS で載せておいてくださいねと。あ、やっぱり一応なんかあるらしいんで、あるんだ、ね、なかなか。でもこれはちょっと貴重な写真やからっていうので、もう、へえ、パッとだって撮る間がないじゃないですか。まあそうですね、確かに。このなんていうんですか、ここ、はい、やってる時なんか、はい、自分で撮れないじゃないですか。はいはいはい、なのでまあこうスタンバイしてる時に早めに降りてきて、はい、ちょっといいですかと。ちょこっといいですかっていう、はい、この時は稽古は浴衣ですか。この時も一応浴衣にしました。浴衣なんですね。浴衣にしました。一応、はい、車の浴衣で地下旅なんですけど、はいはい、まあまあはい、地下旅履いてやるっていうわけではなかったですよね。はい、一応まあ浴衣とセッターでやつをやってましたけど、このだから車を引いたことがなかったので、はいはい、もうやっぱりその指導もやっぱり受けましたし、はい、これが稽古中に来なかったんですよ。ほう、だからもう何ていうんですかね、2日前というか、はい、舞台稽古するよって言った時に初めて触ったので、はい、もう感覚が分からなくて、だからその、まあ、僕車の免許持ってへんから、もうこれ、あ、そう、あの何ていうんですか、これ車の免許いらないでしょ。いやいや、ある程度いるんですってやっぱりその感覚、この後ろのこの、はいはい、引いてる感じ、人乗ってるから、はいはい、感覚があるじゃないですか、はいはい、振られる、これが全く分かんないから、おお、あるんですね。一応その、うん、それでだからちょっと焦りましたけど、まあ忠さん乗せて稽古するのもその舞台稽古だけやったんで、うわ、怖っ。忠さんも乗ったことないし、乗り方からこうレッスンを受けてみたいな。へえ、これはでも本当に貴重な役をさせていただきました。あんなん聞いたことないじゃないですか。いや、で京都僕住んでるでしょ、はい、で観光でこう、はい、いますやん、いますいますいます、あの人らなんか普通にこうスースースースやってるんですけど、はいはい、むちゃくちゃ重くて全然違うというか、はいはいはい、多分性能が違うかもしれないし、まあ、そので本来はなんかもっと中腰になって、その乗ってる人がもう、はい、この体勢になるまで腰下げなダメですよっていう、
あの持ったら分かるんですけど、はい、ここの前のところがなんかこうだいぶ自分の膝より下ぐらいまで下げないと、はい、この乗ってる人がこうならないんですって。こうなったんですって。こうなっちゃうと、はい、これはもう不細工なんで極力下げて、でこの状態で、あの走ってくださいとか、あ、聞いてくださいって言われるから、もう腰がそんな大変なんや。いや、これ知らなくて、こんなもんか知らんやん。まあ知らないっすね、言うても、はい、だからもうちょっと接骨院通うと思う。うわ、針とかでも今この話聞いたら、僕がそのシャフの役来た時にもこうやって外してなみたいな。いやいや、そうそうそう、それになるよ、はあ、ね、これあのこうあ、そうですよ、ここからこうこうやるんでしょっていう。なんでしてんやつ。いや、ちょっとまあ僕いろいろありましていや、言うてええよ言うてええよ、そんな言う方来て、なんでしてんの。いや、ちょっと、いや、ちょっとやなく言うたらええよ、普通に。いやいや、あの教えてもらって井川さんみたいな話してる。俺はもう、だからそういうのでね、まあ、いろいろ、いろんなところで活躍されてやけど、すごい貴重な一枚ですよ、これは。お写真は以上でございました、はい、ありがとうございます。でも、お時間でございまして、いありがとうございます。ちょうど4時間でございますが、いだ告知を、ね、東京の方の告知、まあ、そうですね、はい、もう本当に来週行ってきます、はい。公演自体はいつから。2月の18日から3月の13日やったかな、はい、13日まで、はい、明治座で、前川清さんと藤山直美さんの、はい、舞台があります。はい、楽しみでございます。東京なのでね、なかなか、ね、まあ、東京の方はね、ぜひ、まあ、見てくださってからね、東京ね、東京の方はぜひぜひ、この方はね、ぜひ見に行っていただきたいな、はい、お願いします、はい。そして私の方から告知でございますが、はい、2月18日同じ日なんでございますけども、はい、まあ、これ1日だけでございまして、金曜日夜、6時半からですね、大阪の福島にございます令和亭にて、うん、信森青葉の2人会と、青葉さんと桂青葉さんとちょっと落語の会をさせていただきますので、チケット1200円でございます、うん、ぜひぜひ、まあ多分チケットは、ツイッターとかで URL を出してるので、そちらの方を見ていただければなと思いますし、私個人に言っていただいたらチケットの方取り置きとかできるんじゃないかなと思っておりますが、もしよかったら来てください、そして、2月のそれこそ来週までかな、13何日かまで、芸人殺人日誌シネドゥゴにて、公開中でございます。ぜひ見に行っていただければなと。あと2月27日の日曜日でございますが、16時半、そして19時とインプロプレッシャーと、まあ、11でございまして、こちらの方をカルダモンカフェでやりますので、チケットはオンラインが2500円で通常は3000円でございますが、私出させていただくのでぜひぜひ、お越しいただければなと思います。はい、ね、結構忙しいね。全然何もないから、何もないか、誰か何かやりましょうっつって何か呼んでくださいって声かけて、なんとなくこうやってるみたいな感じで、やらせて、まあ、ちょっと2月にこうポンポンポンとこうありましたありますね。ありがたいですね。もうそうじゃなかったら何もなかったかもしれないですけど、本当にありがとうございます、そんなわけでございます。あと、まあ、まあ毎週水曜日、夜9時からレディオバルーンに行って森田神様、大前神様生配信してございます。ぜひお聞きいただければなと思います。何か最後言い残したこと、はい、皆さんありますか。いや、まあとりあえずね、今ほんま舞台に出れるのが感謝やという気持ちを忘れずに、はいはい、名作公演は無事に千秋楽に行けるように完走したいですね。そうですね、ぜひぜひ、本当にこればっかりは本当に、またでも大阪で何か大きいお芝居に出られる時とか、ぜひ告知とかで、あ、そうですね、また、また来させていただいてます。はい、はい、よろしくお願いします。こんなものが面白いな、楽しいなと思ってくださったら、はい、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。森田ラブヨシー。